はい、どうもー、毎日初め139回目でございます。よろしくお願いします。さあ、本日コメントが3件入っております。ありがとうございます。まずは恒例のゆなちゃん、安いありがとうございます。昨日ですね、ポジティブ居酒屋のどうやって利益を出しているのかという話をした時に、おそらくそれ安いんじゃないかというですね、学生さんながら安いというところにすごく着目をしてくれました。ありがとうございます。そして金二さん、今週も行きますよ、ポジティブ居酒屋に行くよというですね、ものすごく嬉しいですね、お言葉をいただきました。ありがとうございます。こうやってね、行くぞーと表明していただいて、実際にもう週2回ぐらいですね、もう毎回来てくれてる金二さん、本当にいつもありがとうございます。そして矢部さんから、安いが連発。そう、ゆなさんのを見ておそらく、こう俺も行ってよということで、安いということでですね、矢部さんもいつもですねこのお店をご贔屓にしていただいて本当にありがとうございますということで、安いんです。そうです。だとしてもそれでもですね、しっかりと安いからそれ以上のものを提供して、その先にですね、最強のコストパフォーマンスと、そして、最高のですね、感動があるんじゃないかなと思って頑張っております。さあ、本日のお話はですね、人は追い込まれた時にですね、成長するという話をしたいと思います。追い込まれた時どういうこと、多分いろいろあると思うんですね。それは例えば、学生であればテスト前とかですね、追い込まれてもうやるしかないという状況で、もう普段絶対にですね徹夜とかしない人間がですね、もうめちゃめちゃ徹夜して頑張って、そしてなんとかこう若手を切り抜けたという人もいると思います。夏の宿題が全然終わってないけれども、最後の1週間でめちゃめちゃ頑張って終わらせたという経験ある人がいるかもしれません。このですね、追い込まれるというところに対してもう決に火がついちゃったと、やるしかないんだと、ここでこう頑張れると、今まで出なかったような力が出る、じゃあ初めから出しとけやという話なんですけども、まあ僕もどっちかというと追い込まれてやる方だったので、で最近というかこのお店をオープンしてからは逆に僕が自分で追い込まれるような状況を作って、それを超えるということをよくやってました。例えば2号店のオープンもそう、1年以内に出すよと自分を追い込んで奇跡的に2号店出せたとかですね、じゃあお笑いの活動しますとですね、表明してから、もういろんなお笑いライブに出たりとか、もうお笑いライブに出るためにですね、逆にもう1年未満の僕らがですね、お笑いライブで MC とかですね、大取りやることなんで、まずできることは、まあ、ほぼないんですけども、それでもいやなりたいということで、自分たちでも60席のキャパ全部埋めるから、僕らに MC と大取りやらせてくださいというですね、あの支配人の人にですね交渉して、実際それを達成できたりとか、まあ単独ライブもそうですね、2ヶ月に1回単独ライブやりますとですね公言して、絶対 M1 で優勝しますと公言したからこそ、3回ですね僕ら単独ライブ2ヶ月に1回やれましたし、まあ、多くの人にそれで来てもらったりとか、まあ、単純にですねこう追い込むことは作ることが自分ができると、あとは単純に普通にしてたら追い込まれる状況になってしまったというパターンがあって、僕はどっちかというと追い込まれる状況を作ったりすることもあるんですけど、やっぱり人はね追い込まれると今までにない力っていうのを出せると、自分にプレッシャーをかけたりとかですね、どんどん僕は追い込まれることを逆にポジティブに考えて、よしと成長できるチャンスが来たと、やるしかないんだと思ってですね、こう乗り越えていくと、そういった形で成長を僕はあえてすることもありますし、逆に、まあ、この前のですね、汚水ポンプが壊れてしまって、このお店がですね、営業1週間できなくなってしまったみたいなことは、自分がやったわけではなく、もう追い込まれてしまったパターンですね。でもそれで僕は1週間このお店を掃除しようというのを考えて、それを掃除することによって、思いやりの本当の意味を知ったりとか、そこでまた成長できたりとか、ということがありますので、どんどんですね、追い込まれて、そして、ここで重要なのは、追い込まれた時に、現実逃避、逃げるとかですね、そこに向き合わない、これだと成長しません。だし後からものすごく後悔する可能性が高いです。ですので追い込まれた時にとりあえずやってみると、命までは取られないだろうと、とりあえずは今までの行動パターンを変えてみると、きっと見える世界が変わっていく、僕はそういうふうに思います。なので追い込まれることウェルカム、
そして追い込まれた時にこそ自分の力がどん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 アップする、成長するチャンスだと思って、これからもいろいろなことにですね、追い込まれながら自分で追い込まれるような状況を作ることもそうだし、逆に追い込まれたくてなってないのにそういう状況になってしまった時も、よっしゃ頑張ろうという気持ちで乗り越えていったりとか、そういった形でですね、このポジティブだからもそうだし、僕という人間を成長させていきたいと思っております。ということで本日も毎日ポジティブ139回目でございました。ご清聴ありがとうございました。